わけ静谷高校教務課広報係の浮田圭一郎と言います。今回今年度の全国募集のフライヤーを作ったんですが、生徒の中からモデルを起用させていただきました。でその生徒たちというのは特に生徒会活動を頑張っていたり、部活動と勉強を両立させていたり、学校の中心となってくれている生徒たちを選んでいます。それでは VTR スタート。走れ走れ夢を追いかけて、たとえ小さな一歩でもいい、進め進め、辛くても前、自分ならできる、そう信じて頑張ろうって思いました。進め。部活の子に言いました。そしたらどんな反応でしょう？って言われました。だけ、はい。いろんな人が入ってきてほしいなと思ってます。ほんまな、ほんま真っ赤になってるね。大丈夫ですか、谷さん。Myself